スキルになっています。で、担当側が積極的に、つくという条件のもとにランディング競技が成り立っていますので、もちろん相手が無防備に入ってきた場合とかには、こっちの対策は基礎になりますけど、そうじゃなくて、長期に線を取って入ってきて、ちょっと遅れてしまったと、そういう時に慌てて、で、今、ついた。で、ここだけ見ると一瞬刺さっているように見えますけど、実際には踏み込んでなくて、踏み込んだ時点で回るというだけですので、こういう突きは取れません。ですけど、きれいにやっている、あるいは、ちょっと足りないけど、下がってしまっている場合には、当然、相手の対策を取っていいんですけど、そうじゃなくて、もうちょっと遅れてしまったような、相手を使って、これなんかはもう完全に、こちらの条件を満たしているので、観光指導ということなので、その違いを理解していただけたらと思います。それから、対策巻き競技ですね。対策巻き競技、この場合にですね、例えばこう綺麗にさばいたら、台さばいたり取れますよね。ところが、一回同じようにさばいてどうですか、取りづらくないですか。で、これ今同じようにさばいたのになんで、取りやすいのと取りづらいのがあるかというと、こっちの突き方の問題なんですよ。こっちがそう言っておられたら、しっかり振り込んだ突きであれば今良かったですね、人間でね、はい、取りやすいです。ところがふにゃふにゃの突きだったらなんかギリギリさばいてないみたいになっちゃう。あるいはこんな風になったらなんか場合によっては突き上げとられちゃったりするけど全然突き上げないじゃないですか。ふにゃふにゃの突きでただ相手に合わせて立ち止まってで、こういうのを取らないようにすること、むしろしっかりついてないものに対しては担当側に、協力的な指導あるいは何らかとは指導ということでしっかりした突きをさせるというところで対策を取ってやるべきだというところを理解していただきたいと思います。ここまでで何か質問ありますでしょうか。大丈夫ですか。はい、でまず対策を協議を実際にやっていただいて、その中で今のはどうなのかとかね、体巻きの仕方でどうなのか、あるいは例えばついてきたときにこんな感じだと取れますか、取れませんか、どうですか。ちょっと取りづらいですよね。確かによく合わせて、ね、それだったら同じようにするのか、この方が取りやすいですよね。でなんでかってさっきもこっちに来るようなサーブを言ったらしてるから取りづらいでしょうね。でこの辺をやりながら議論していただけたらと思います。